マージャン連合の畑芳之です。今日はよろしくお願いします。昭和55年、1980年ですね。1月の31日ですから今39歳ですね。で、京都出身で、血液型はあまり言われないんですけど A 型です。麻雀を始めたきっかけ、そうですね、世の中にファミコンというものが出始めた時に、実家のおじいちゃんがファミコンのソフトで4人打ち麻雀っていうのをやってまして、それを見てなんとなくやってみたのが初めてだったと思いますね。なろうと思ったきっかけっていうか、まあ、いろんなタイミングが重なって、まあ、試験を受けたっていうところはあるんですけれども、もともと僕今所属している麻雀連合さんの大会とかにも20歳ぐらいの時とかちょいちょい出たりとかしてて、まあ、何人か知ってる人もいて、まあ、それこそ今輝いてる小林剛さんとかもまあ知ってる人でしたし、でなんかある日ツイッターとか見てたら、なんかこれはちょっと悲しい話なんですけど、誰かがね、アンケート取ってたんですよね。麻雀団体入るならどこみたいな感じで、それこそも連盟さん、最高位さん、最高位戦さん、協会さん、RMU さんと、あれ麻雀連合ないじゃんってちょっと悲しい話なんですけど、なんかそれを見た時に妙に悲しい気持ちになって、それでまあ僕その時まだ営業の仕事してたんですけれども、ツアー審査の日程みたいなのをパッて見かけた時に、たまたまそこ休みだったんで受けてみようかなと思って受けた感じですね。なんか広告代理店の営業のお仕事みたいな感じで、それこそまああっち行ったりこっち行ったりですよね。プロ野球選手に会ったりとか、芸能人の方にお会いしたりだとか、一番衝撃的だったのは、まあ、原監督とかとなんかお会いできたとか、そういうのもありましたしね。いやまあ本当にこれに関して言えば、別にラスを引かないような麻雀をしているわけでもなく、たまたまついてる部分が大きいとは思うんですけれども、ただまあ自分の中ではやっぱりもうそれこそまあ当たり前のことかもしれないですけども、もう一番最後の牌が切られるまで諦めないっていう気持ちはやっぱり持ってますね。それがたまたまいい結果につながってるというだけで、基本的にはまあついてるだけです。特技というか、まあ、趣味はもう喋ることですかね。だからやっぱりお笑いのライブとか、まあ、生で見に行ったりとかもしますし、まあ、テレビ番組とかも見ますけれども、やっぱそういう感じのが好きですかね。まあ、映画も行ったりするし、そんなこと言ったら美術館とかも行くことも年に何回かありますね。何でも興味を持つ人間なんですね。そうです。あんまりでもいろんな方向に走っちゃうともう麻雀勉強する時間がなくなっちゃいますんで、まあ、やっぱ基本は麻雀の動画見たりとかしてることが多いですね。なんか好奇心が旺盛すぎて、なんかね、僕麻雀の仕事してる時に月に30回ぐらいカラオケに行ってたんですよ。カラオケが好きすぎて。で、なんか麻雀、その時は本当に思ってたのが、麻雀正直この先どうなるか分からないし、ちょっと俺は歌を歌いたいみたいな気持ちに駆られてカラオケ関係の仕事に就いたんですよね。でそれでなんかすごいブラックなとこで働いてたんですけど、でもなんか2000人ぐらいの前で歌って踊ったりとかしたんですよ実際。まあ、それでまあ一区切りですよね。でサラリーマンが、まあ、昔の知り合いが声かけてくれてその営業の仕事やったんですけども、でこっち戻ってきてから間ね8年ぐらい麻雀牌全く触ってない時期があって、それでたまに麻雀牌に触れると、あ楽しいなってなって、なんかミューの大会とかなんかたまたま行けるタイミングが出たら結構なんかいいところまで行ったりとかして、やっぱ麻雀楽しいなっていうのでこっちの世界に戻ってきたみたいな感じですね。カラオケスタジオみたいなところで愛知県で働いてたんですけど、なんかそれこそ大きい市民会館みたいなとこを借りてイベントするときになんか歌詞とかも読んで歌ってもらったりとかするんですけど、僕も歌ってすごい広いところで階段降りてきて歌いながら。あ、僕客席から登場したな。
いやなんか普通にもプログラムでなんか一般の方とかも30名40名ぐらいあのすごい高い値段で歌いますよみたいな感じで、まあ、僕はあの店側の人間だから当然歌うみたいな感じで、そうですね、カウントだからご利用したんですね。いやいやご利用したわけなんだけど、だからもう逆に歌えって言われてて、あ、そうなんですね。でもそんなのやっぱそういうね、あの市民会館の借りてやるんとこだから客層はもうなんか年配の方が多くって、ただ僕はでも本当はポップス歌いたいんだけど、それこそ氷川きよし歌ったりとかそんな感じで盛り上げですよね。要はほんとね、コワゴが M リーガーになる前とかね、2週間2回ぐらい2人でカラオケてたんですよ。そうそう、ほんでなんかもう一緒に 歌練習したりとかして、録音して聞いて、ここがどうだなとか2人でやったりとかしてて結構ガチ勢なんで、そう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 、そうなんだったからね。今はそうですね、まああの以前からお世話になってるマーチャオさんのところで週に2、3回まああの働かせてもらったりだとか、あと今年になってからですけど、麻雀教室、健康麻雀ですね、そういったところもやり始めてって感じで、そうです、そんな感じですね。主にはそうですね、まあ、ゲームそのものも面白いんですけれども、もちろんやっぱりそういういろんな人と、まあ、しゃべって、それがきっかけでお話ができたりだとか、それこそもう全然普通だったら絶対しゃべることのないような人とも、ね、年配の方とかでもそういう人といっぱい触れ合えるっていうのが一番素敵かなとは思いますね。こんな真面目なのでいいのかな。はい。正直こういう時に団体の先輩の名前言ったらいいんでしょうけども、今のところなんか別にあんまりみんなプライベートとかあんまり分からないですけどね。まあただやっぱしそのね、いくつになっても麻雀にストイックな人たちはやっぱ素晴らしいなって思うし、やっぱそのもう生涯勉強なんだなっていう感じで取り組んでる人とか本当にすごいなって思いますね。さくらまなですかね。これダメ、これダメかな、これダメかな、これダメかな。いや、僕麻雀連合のホームページにもさくらまなって書いてあるんですけど、これダメ、ダメですかね。いや、いいと思います。そうですね、まあ、僕のことをね、少なからず応援してくださってる方もいらっしゃると思いますんで、まあ人並みですが、まあ頑張りますっていうのも、まあ、みんな頑張ってるから、どうなんですかね、まあ、とにかく期待されてるかどうかは分からないですけど、期待に応えられるように、まあ、精進して頑張っていきたいと思います。